たまには机の上のものを紹介していこうと思います。今回紹介するのはセリアのタワーペンスタンドですね。中に何のペンを入れているのかっていうのは動画の最後で簡単に紹介していきます。これは1個100円で販売されているものなんですけれども、本当に気に入っていて、最近ではずっと机の上に置いています。6年ぐらい前に購入したものなんですけれども、なんやかんや今でも使っていますね。ちょっと短めな動画になると思うんですけれども、詳しく紹介をしていこうと思います。まず構造についてですが、1階、2階、3階、4階と4階建てになっております。1階にはペン以外のものを入れて、2階から4階にペンを入れるといった感じです。1つのフロアに入るペンの本数ですが、横幅が44ミリぐらいなので、細めなペンは4本で、太めなペンは3本が限界かなといった感じです。上に重ねることもできるんですけれども、そうしたら取り出す時にちょっと傷つけてしまいますし、見た目もごちゃごちゃになってしまうので、自分は重ねないように置いています。一つのペンスタンドで最大12本ぐらい入るんですけれども、これだけじゃ足りないという方は100円なので買い足していただければ、こんな感じで並べられるので、容量に関しては買い足していただければ OK ということで満足しています。1階部分は消しゴムとかの小さい文房具を入れるところだと思うんですけれども、自分はそんなに入れるものがないので、何も入れずに BT ペンケースで1階部分を隠しています。無印良品のアクリル小物ラックっていうものもありまして、昔すごく欲しかったんですけれども、今となっては机の上の系統と合わなくなってしまったので、こちらのセリアのタワーペンスタンドで安いですし、自分は満足しています。こちらのペンスタンドで一番気になるのが、ホコリが目立ちやすいっていうところですね。色が色なので結構目立ちます。モコモコのほうきみたいなのがあれば簡単に掃除できると思いますが、自分は持っていないので買わなければいけないなと思っています。この他に半透明のホワイトのカラーもありますね。続いては中に入っているシャープペンを紹介していこうと思います。もう本当にまとめて紹介していきます。パーカーのジョッタースペシャル、パーカーのジョッターコアライン、パーカーのプラスバンドームのグレンドージュのシルバー、ペンテルのグラフペンシル PG5、PG2、PG4、PMG、ゼブラのシャボ XTS10 のネイビーゴールド、ゼブラのシャボ XAL5 のライムグリーン、ユニピュアモルトジェットストリームインサイド 4&1 のネイビー、ステッドラ925-2520、ステッドラ925マイスターリミテッドエディションのレッド、ステッドラ925-3505のオールブラック、ステッドラ925-3505、ロッドリング600のマダーレッド、ロッドリング600のカモフラージュグリーン、ロッドリング600のアイアンブルー、ロッドリング800プラス、ペンテルケリーの東海地方限定のプレミアムレッド、それからターコイズブルー、最後にスケルトンケリーでございます。ということで、今日はセリアのタワーペンスタンドについての動画でした。文房具好きの中では結構こちらのペンスタンドは、使っている方が多いんですけれども、どうしても欲しいという方は絶対にコロナが収束してから買いに行ってください。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。